ローマ数字の4番、社会保険に行きましょう。さあ、社会保険ですけども、健康保険法というものと厚生年金保険法という2つのお話をします。ではまずですね、健康保険法というところですね。まあよくこの健康保険法にお目にかかるのは、病院に行った時に保険証を見せてくださいと言われて保険証を見せて、診療代の3割を自分で払って、残りの7割がこの保険か健康保険から出るというような時によく健康保険法というものは出てきますね。よく関わりが出てきます。そんなものですけども、こちら目的のところ読んでみると、健康保険法は労働者の業務外の事由による疾病、負傷、もしくは死亡、または出産です。こちら労働者の業務外と書いてありますよね。もしもこれが業務上になると労災保険ですね。そこから出てくるんですけども、これ業務外、プライベートですから、こちらですね、健康保険というところから出てきます。業務上なのか業務外なのかで、業務上ならば労災、業務外ならば健康保険という切り分けですね。そういうふうになっています。さあ、あとですね、この業務外というところならではの給付ですね。疾病、負傷、死亡、ここまではですね、労災とかでもあったと思うんですけども、最後出産です。これはまさにプライベートの部分をカバーする保険ならではのお話ですよね。ということなので、ちょっとですね、今健康保険のポイントとして、業務外ということと疾病、負傷、死亡、あと〇〇に対して給付があるぞというふうに書いてありますが、ここはこちらですね、出産ということになるんですね。出産という文字が入ります。はい、あとですね、今この疾病、負傷、死亡、出産がですね、今読んだところですと労働者のというところなので、働いている人本人ですね、になってしまいます。ところが例えば男の方が会社員で、その奥様が専業主婦なんていう場合どうなるのというと、その場合にはその次の2行目、その被扶養者の疾病、負傷、死亡、出産というところで、そういったですね、配偶者とかそういった方たちの場合には被扶養者に対する給付というところでカバーされますということになっていますね。はい、あと続いて、まあ保険者括弧2番、これはですね、皆様の方で読んでおいてください。あと括弧3番ですね、被保険者というところになるんですけども、まあ、保険に入っている人というところで、実はここでまあつらつら書いてあるものですね、これはこの内容として読んでおいていただきたいのですが、実際に本試験ではここで被保険者の中に不法就労者はダメよというポイントが出ました。不法就労者は健康保険の被保険者になれませんということですね。さあ、労災の時の給付は不法就労者でも OK でしたけども、雇用保険とか健康保険のこちらですね、被保険者に不法就労者はなれないというところですね。こちらの方整理をお願いします。はい、というところですね。あと続いて括弧4番も皆様の方で読んでいただいて、括弧5番標準報酬月額、こちらについてですね、お話をしていきます。こちら、この次の厚生年金保険料もそうなんですけども、基本的に保険料、まあ多くの方お給料から天引きされている方多いと思う、されている方多いと思うんですけども、この天引きされている保険料は報酬比例で金額が決まります。たくさんお給料がある人はたくさん払います。ちょっとしかもらってない人はちょっとの保険料です。金額によって多い少ないがあります。さあ、そうするとなんかちょっと多く払うとなんか損した気分になるという方もいらっしゃるかもしれませんね。
まあ、病院に行ってその診察代とお給料、そこには因果関係はありませんので、ちょっとですね、なんかもらえるのは診察代の7割がもらえるということで、じゃあだのにその原資となる保険料はお給料たくさんもらえればその分たくさん払うっていうのはちょっと不公平という方も思うかもしれませんけども、実はですね、たくさん保険料を払えばその分たくさんもらえるというものもあるんですね。まあ、例えばというところで、これ疾病とか負傷とかあと出産の時にお仕事できないというケースがありますよね。会社に行って働くことができないというケースがあります。まあ、有給休暇があるという方はその有給休暇を使えばいいのかもしれませんけども、有給休暇はありませんという残ってませんというような場合には、その期間生活の糧となる収入がストップしちゃいますよね。まあ、そんなこともあって、この負傷とか疾病とかあと出産とかでお仕事ができない間の生活保障としていくばくかこの健康保険からお金が出るということがあるんですね。そこの生活保障の金額は当然のことながら、たくさんお給料もらっている人は生活保障もたくさん出ますし、ちょっとしか保険料払ってない人はその分普段の生活からちょっとしか使ってないんだから生活保障もちょっとでいいよねという話になってきます。というところで、まあ全く不公平というわけでもないぞというところでですね、こちら健康保険とかですね、あと厚生年金保険、こういったところはですね、保険料は報酬比例で決まっているということになっています。はい、というようなところでですね、健康保険のポイントですけども、大きくはこちらですね。健康保険のですね、給付に出産というものが入っているということ、こちらをですね、まずしっかり押さえるようにしてください。はい、では続きましてこちらですね、厚生年金保険というところに行きましょう。こちらですけども、大きな特徴は括弧1番目的のところ、大きな特徴は労働者の老齢障害死亡について保険給付をするということですね。老齢なんですよ、老齢。つまり年を取って働けなくなった時に給付がありますよと言ってるんです。まあ、人間誰でも年取りますよね。まあ、年取った時にまあ年金としてもらえるということで、年金が出るぞということ、これがですね、この老の厚生年金保険のすごく大きな特徴です。はい、そしてまあこの老齢障害死亡についてはですね、それぞれその後で括弧2番保険給付として老齢とかですね、障害とか、あるいは老齢障害そして遺族とありますので、そこはですね、皆様の方でお読みいただければと思います。そしてここなんですけども、老齢に対する給付があるということなんですけども、実はこの厚生年金保険に対して過去こういうテーマが出たことがあります。在職老齢年金の受給権者にはその年金がそのまま支給、全額支給されるのか、それともこちらですね、何かされちゃうことがあるのかというような問題が出たことがあって、まあ試験はですね、全額支給必ずされる、在職の場合には必ず全額支給されますよ、丸か×かという問題だったんですけども、実は必ず全額支給されるとは限りません。こちらですね、ちょっと赤いところで書きましたが、減額支給されることがあるんですね。年金が減らされちゃうことがあるんです。まあ、在職老齢年金というのは何かというと、在職、働きながらですよ、働いているということはお給料が出ます。お給料が出ていながら年金をもらうということなんですね。そもそもこの老齢年金のシステムというのは、日本の社会保障の中で65歳という一つの区切りがあって、65歳までは
働いてそのお給料で生活をしてください。そして65歳からはリタイアと、ちょっとリタイアという言い方も激しいですが、もしも働けなくなったらですね、この年金を出し、65歳から出しますので、その年金で生活をしてくださいという社会のシステムになっているんですね。しかしこの定年、そういうことによって、まあ定年は65歳を下回ってはいけないよっていうルールがあるんですけども、これ少なく最低でも65歳というルールです。定年を70歳にしてもいいし、定年なんてなくして働けるだけ働いてもらってもいいしっていう会社だって想定されるんです。そういった場合には65歳から年金をもらいながら、実は会社に定年がないのでずっと働いてるっていう方も想定できるじゃないですか。じゃあその時の年金ってどうなるのって話です。働いてお給料もらいながら年金ももらうというようなこと、この時にはまあそれ2つから収入があるので十分生活できる可能性は高いですよね。なので年金の金額とお給料の金額、まあ大雑把に言うとお給料の金額なんですけども、この2つの合計額が結構いっぱいだなというふうに思った時には、結構いっぱいだなというふうになった時には年金の部分をちょっと削らせてもらうよということがあるという話なんですね。はい、ということになります。はい、まあですね、ちょっと下の方にモデルケースを書きましたが、実は老齢年金受給は65歳から可能です。なので65歳から年金の受給を開始するんですけども、例えば70歳までで定年ですよっていう会社で働いている場合には、70歳まで在職で働けて、そしてお給料が出てきますので年金保険料を払います。厚生年金の保険料を払うんですね。はい、ということなんですが、実はこれ今年金をもらう、もらう、もらわないの話をしてますけども、問題はいくらもらえるかっていう話もあるんですよね。このいくらもらえるかっていう話をしたときに、先ほどの健康保険のところでも言いましたが、これ年金というのも生活保障の部分ですので、たくさん保険料を払った人はたくさんもらえる、ちょっとしか保険料を払わない人はそれなりの金額になってしまうというふうな関係になっています。そこで今回ですね、ここで65歳で年金をもらいながらお給料をもら、こちらのお給料ももらっている、在職でお給料ももらっている、そうするとそのお給料からまた新たに厚生年金保険料を取られてしまう。実は厚生年金の保険料は70歳まで払っていいよということになっていますので、70歳まではですね、厚生年金保険の保険料をも払うということになってしまうんですね。そうすると65歳まで払った保険料で計算した年金をもらっている、でもまたその後保険料をたくさん納めているというふうになると、まあここでですね、70歳で定年を迎えるとですね、70歳改定というものがあって、この70歳のところで保険料は70歳まで支払うことができますので、この70歳までで保険料を払ったら、そこでじゃあここまで70歳まで払った保険料でもう一回年金額を計算しましょうねと言って、この70歳からですね、改定によってまたさらに増えたですね、年金、増えた年金額をもらえるということが発生しますというような形になっているんですね。はい、ということで、まあ、このような形になっているんですけども、結論として、働きながら在職で老齢厚生年金をもらう場合には減額される可能性があるぞということをですね、ちょっと頭の中に置いておいてください。あとですね、他の給付については皆様の方でテキストの方をお読みいただきたいと思います。ローマ数字5番、その他の労働関連法規に行きましょう。ではまず労働組合法というところですね。では早速目的、これを見ていきましょう。では括弧1番、労働組合法の目的です。まあですね、大きなポイントだけ言いますと、こちらですね、1行目のところ、
労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つこと、それが一つあります。そしてこの対等の立場に立つために2行目の真ん中あたり、労働者が自主的に労働組合を組織し団結することを擁護し、団体交渉することおよび手続きを助成するというふうに書いてありますね。つまり労働者が集まって労働組合を自主的に作り、そして団体交渉することによって労働者と使用者が対等になれるんじゃないかということを言っています。さあ、こういう労働組合法なんですね。そのために労働組合というものはどういうものだとか、交渉権限とはこういうどういうものだとか、不当労働行為、これはですね、先ほど見たように労働者が自主的に労働組合を組織するというところであるとか、あとですね、団結することとか、そういったことを阻害するような行為、これが不当労働行為というものなんですが、こういったものはダメよというふうに書いてありますね。あとはですね、括弧5番に行って労働協約とか書いてありますけども、こちらの方はですね、テキストの内容は皆様の方でお読みいただければというふうに思います。ただですね、過去実際に本試験で出たことがありますので、その時のテーマ、一緒に確認をしていきましょう。その時の大きなポイントは、ここに3つあります。1つ目、合同労組や上部団体にも交渉権があるよ。この団体交渉に出てきていいよという話です。2つ目、初任給も義務的団体交渉事項ですよ。初任給も団体交渉するべき事項だよということ。そして3つ目、総議団も団体交渉 OK だよというふうに書いてあります。この3つぐらいのポイントですね、押さえていただくと正解ができるということになります。では一個一個見ていきますと、まずこちらですね。労働組合って基本的には何のためにあるかというと、先ほどの目的で見ました対等の立場に立つためなんですね。使用者と対等の立場に立つために労働組合があるんです。ということは、ちょっとですね、自分の会社は労働組合弱くて人数少ないんだという時には対等の立場に立てないということもありますね。そんな時にはもっと強い労働組合の人たちの力を借りてもいいよっていう規定なんです。例えばということで、自分たちの会社がちっちゃいならば、その自分たちの会社の属する業界全体の労働組合の人に代わりに自分の会社の団体交渉をしてもらおうであるとか、あるいは自分たちの団体交渉を手伝ってもらおうであるとか、あるいはその自分たちのいる業界の労働組合ではなくて自分たちの親会社の労働組合に助けてもらおうとか、これが上部団体なんて言ったりしますけども、そういったことは OK ですよということなんですね。そうすれば対等の立場に立てるよっていうんであれば、こういうちょっと関係ある労働組合の人たち、ちょっと助けてくださいというのは OK ですということです。はい、ということになります。あとこの団体交渉の事項として、初任給、これは入りますかということです。考えてみると、初任給ってこれから入る人たちのためのものだというふうに狭く考えるとそうなりますね。そうすると今いる労働者の方の事項ではない、労働条件ではないから団体交渉で決める必要ないんじゃないのっていう議論があるんです。ところが実際には法律としてはですね、初任給も団体交渉で今いる労働者と会社の間 で交渉すべき事項ですよとなっています。まあ確かにですね、今いる人たちよりもやたらと初任給がゴーンと上がってしまったら、ちょっと今働いている人たちはちょっと複雑な心境になるでしょうし、あるいはその初任給がこういう金額だとなると、そこから
給料が上がるというふうになっても、その上がり方のたかが知れてるぞとかいうふうなことになると、自分たちも不安になりますよね。今の新人がこういう賃金だということは、自分たちの賃金はどうなるんだということで、間接的に初任給の賃金というのはすごく今いる労働者にもですね、心理的にあるいは実際の賃金の上昇、賃金カーブ的に影響があるということで、こちらですね、賃金初任給というものもこちらの団体交渉事項に入るぞということになります。はい、あとですね、葬儀団、これも団体交渉 OK ということなんですが、そもそも葬儀団って何だという話になると、どうでしょう、労働組合というのは想定されているのは常に会社の中に存在すると、その組合というものが、そして労働者の方がちょっとこの労働条件おかしいんじゃないかというふうに思ったら、すいませんちょっと私おかしいと思うんですけど、あるいは不当解雇されちゃった、不当解雇だっていうふうに思ってる人が、不当解雇されちゃったんですけども、ちょっと会社に戦って交渉してもらえませんかというふうに駆け込む、そういった駆け込み寺のような役割として労働組合というのは想定されているんです。ところがそういった駆け込み寺というようなものしか団体交渉しちゃダメですかというのが一つ意見としてあるんですね。例えば普段は労働組合というものはないけれど、ある問題についてちょっとこれは会社と交渉したいという労働者が多数いると、そうしたらその多数いる労働者がその時だけ集まってその事項について会社と交渉するっていうことはあってもいいんじゃないですか。その一時的に何かですね、会社 と交渉するために一時的に集まる、そういった団体を葬儀団と言っています。この葬儀団もですね、当然会社と団体交渉する権利はありますよというのが法律の考え方です。はい、ということになっています。こういったことを踏まえながらですね、先ほどのところ、括弧2番、労働組合というところから、括弧5番、就業規則、労働協約ですね、労働協約というところまで読んでいただければというふうに思います。はい、では続いて労働契約法に行きましょう。労働契約法ですね、目的の方はでちょっと皆様の方でお読みいただければというふうに思います。過去労働契約法で出たことがある重要なテーマ、それを見ていくとこちらにまとめました。まずこちらですけども、括弧2番、労働契約の原則というところですね。こちら ① から ⑤ まで書いてあって、皆様にそれぞれ読んでいただきたいのですが、特に ②、③ですね、ちょっと特に紹介をしたいと思います。 ② 番についてはこちら、就業の実績に応じて均等を考慮しつつ締結しということで、これです、就業の実態に応じた均等待遇ということを謳っています。さあ、就業の実態に応じた均等待遇です。決して雇用形態に応じたとはなっていません。雇用形態ごとに決めろとか、雇用形態ごとに待遇し決めるとかいうふうには書いてありません。雇用形態は不問です。とにかく就業の実態が同じであるならば均等待遇でしょって謳ってるんです。例えばパートの方がですね、もうほぼ正社員と同じように責任を持っていろんな仕事をしてますと、そういった時に就業の実態はパートさんも正社員も同じような責任を持って同じような仕事をしています。そうすると就業の実態は同じです。ただその2つの間で違うのは雇用形態、正社員なのかパートさんなのかという違いだけ。じゃあこの時に待遇を均等にするようにしなさいよと謳っているのが労働契約法です。
就業の実態が同じときに、正社員は正社員の中だけで均等待遇しなさい、パートさんはパートさんの中だけで均等待遇しなさいっていう話ではなくて、就業の実態が同じならば、パートさんとか正社員とかそういった違いは無視して、就業の実態だけで均等待遇を検討してくださいよというのが、この労働契約法の考え方。そういうふうになっています。はい。あとですね、丸3番については内容を読んでいただくと、まあ、ワークライフバランスのようなことも言っていますので、そちらの方も、ああ、これ確かにワークライフバランスだなというふうに見ていただきたいと思います。では続いてですね、もう一個ですね、ちょっとここには、ここですね、かなりこの第8章の前の方に載っていたんですが、ちょっと思い出していただくために、就業規則と労働契約でですね、同じ事項について就業規則の方が労働者有利な条件が載っていた、そういった場合には就業規則の方が優先しますよというような事項、第8章のですね、最初の方にあったと思うんですが、実はそれが謳ってあるのがこの労働契約法です。ということでですね、就業規則と労働契約法だと就業規則の方が優先されるよというような内容ですね、そちらの方も思い出してください。さあ、ではですね、続いて有期労働契約の話に行きましょう。括弧3番、期間の定めのある労働契約、有期労働契約ということですね。そして丸1番ですけども、これ有期労働契約についてやむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇できないと書いてあります。さあ、解雇ということで必要な条件、そもそもどういう時に解雇をしていいかというふうになった時には、解雇のところを思い出してくださいね。合理的な理由がある、社会通念上相当である、こういう時には解雇できるというふうに書いてあったんですが、この有期労働のところは、有期労働契約のところはやむを得ない事由というふうに書いてますね。さあ、ここで表現が違う、合理的な理由とかそういう話とやむを得ない事由で表現が違うんですが、表現が違うということは内容範囲が違うということです。ではその範囲の違いなんですが、実は合理的とか社会通念上相当という方が理由の範囲が広い、やむを得ない理由という方が範囲が狭いという、こういう関係、合理的が外側にあってやむを得ないが内側にあるという、こういう関係が法律では言われています。そういうのが法的な解釈です。なのでこちらですね、もしも有期労働契約の場合にはですね、有期労働契約の場合には合理的な理由があれば解雇できるよと書いてあったら、それはちょっとおかしいわけです。この合理的な理由よりもやむを得ない理由の方が範囲が狭いですから、やはりここは有期労働契約で解雇する場合には、その契約期間中に解雇する場合にはやむを得ない理由と書いてほしいわけですね。ここを合理的な理由があるとかいうふうに書かれたらちょっとおかしいということになるわけです。はい、ということでですね、こちらの関係ちょっとですね、気にしていただければというふうに思います。ということになりますね。では続いて丸2番ということなんですが、例えば丸2番のケース、皆様の方で読んでいただきますと、例えば短期労働契約、3ヶ月ごとに労働契約を更新していますと、そしてその契約がどん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 更新更新更新というふうになっていて、例えば4年間ずっと更新し続けていますと、そして今働いているその3ヶ月の契約もまたですね、これまたこの後も続いて更新するからねというふうに最初言われて、この3ヶ月間が始まったとします。そしてじゃあ実際にその契約を更新しますよっていう、その実際の契約更新の1月ぐらい前になって、
急にあなたやっぱり今回でおしまいですというふうに言われて、それに対してですね、じゃあなんでですかというふうに理由を聞いたときに、特に合理的な理由でもなければ社会通念上相当ということも認められないというふうなときには、それは雇い止めはダメということで、そういった契約更新をどん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 更新していて、その契約更新をですね、急にストップすることを雇い止めというんですけども、この雇い止め、契約更新をストップすることは認められない、不当な解雇だというふうに思われて、それはダメよということになります。なので そういったですね、合理的な理由がないとか、あるいは社会通念上相当とは認められない場合には、契約が更新されるということになるわけですね。そんなことが書いてあります。さあ、ということで丸2番でですね、まあ3年とか4年とかそういった1年を超えるような労働契約についてはどんどん更新が自動的にいくわけですけども、そういった更新がずっと続いていって、いよいよ5年超えましたっていうのが丸3番のケースです。もう5年を超えたらそこの場にもう馴染み切ってしまってなきゃならない人でしょうということで、そういった人たちの場合には、もう5年を超えた人たちの場合には、こうですね、有期が5年を超えたら、本人が希望すればその人たちは労働条件で無期転換しますと。今までは3ヶ月の更新だったけども、これからはもうずっといてくださいという契約に、本人が希望すれば変えてくださいというふうに言っています。ただこの時に会社としてはこんなことを言うケースがあるんです。ああそうだね、5年間ありがとう、じゃあそういう希望があるということで無期転換に変えるよ。ただ無期転換に変えるとなると、無期転換にするとなると、ちょっと今までよりも長い時間働いてもらいたいんだよね、あるいはもっと勤務日数を増やしてもらいたいんだよね、そういったことを言われる可能性があると思いません？ただ実際にそういうふうに言われてしまうと、いや今こういう条件だから私ここに続けてられるので、そんな長い時間とか勤務日数多いと私来られないんですけどっていうふうになってしまう可能性もあるわけです。それならばちょっと私無期転換やめときますっていう人も出てくるということも考えられます。ただそれはかわいそうですよね。今までこういう条件でずっと働き続けて、その条件でその場に馴染んでるわけですから、同じ条件で働くべきですということで、テキストのところですね、丸3番の3行目の最後の方の方からですね、3行目のところを見ていただくと、労働条件は別段の定めがない限り直前の有期労働契約と同一となると書いてありますね。つまり有期労働契約と同じ時の労働条件で、そのまま期間がですね、3ヶ月というものではなくて無期に変わるということになります。なのでこちらですね、希望者は有期ですね、有期の時の労働契約、労働条件で無期に転換されるということになります。はい、ということになります。以上がですね、こちらの労働契約法の論点ですので、こちらの方です、板書の内容を確認しながらですね、第4部の問題の方を確認いただければというふうに思います。さあ、では続いて高年齢者雇用安定法ですね、こちらに行きましょう。こちらの内容については基本的にはですね、書いてある内容は皆様の方で読んでいただければというふうに思うんですけども、そもそもこの法律どんなものなのかというところ、それだけご紹介をしておきます。これからのお話を踏まえてですね、皆様の方でテキストの方を確認をしてください。実は高年齢者雇用安定法というものなんですが、
この日本というものでは、の社会保障として人間ですね、もともと定年は55歳、早い人は55歳、普通多くの方は60歳という形で定年が決まっていたんです。じゃあ定年ということは会社辞めて収入が途絶えるわけですよね。じゃあその後の収入はどうするかというと、老齢年金、老後の年金を国から支給するので、その年金で生活してくださいという生活設計になっていたんです。ところが諸事情があって、年金の支給開始を65歳まで後にしますというふうに日本の法律が変わりました。そうすると働くのは60歳まで、年金の支給開始は65歳というふうになると、60歳から65歳までの5年間収入なくなっちゃいますというふうになると困ってしまいますので、この間の収入を確保するために定年というものを、今まで55歳とか60歳って言ってたものを65歳にしてくれませんかということで、定年は65歳より下はダメよというふうに法律で決めたのが高年齢者雇用安定法のスタートなんです。そうすると国として65歳まで働いてもらわないと困りますので、国としては企業にですね、もしも今60歳定年とか55歳定年っていうふうに言ってるところは65歳まで引き上げてね、あるいはその定年っていうもの自体を廃止して、もう働ける人は何歳まででも働いていいよっていう形にしてね、あるいは継続雇用ということで、まあ例えばですけども60歳になったらちょっと一旦労働条件は見直させてもらうよと、まあ例えば多くの場合ですけども労働条件は見直させてもらうよ、その上でもう一回労働契約結び直そうという形の契約に変える、まあ、こんな形ででも継続雇用をする、一旦60歳のところで一旦労働契約切るけれども再契約するよっていう形、まあそんなのが継続雇用の典型ですね。そんな形でとにかく65歳まで働いてくださいよという話、これが高年齢者雇用安定法です。こういうお話ですね。そんなことを踏まえながらちょっとテキストの方をお読みください。では続いて育児介護休業法ですね。こちらの方もですね、細かい内容はテキストの方を皆様の方で読んでいただきたいと思うんですけども、そもそもこの法律についてですね、ちょっと2点ほどお話があります。1つ目はこれ、そもそもこの法律なんでできているかというと、やはり育児や介護、まあ、当然日本の社会上ですね重要な話ですけども、こういったものが理由で仕事を辞めるというふうなことですね、これをなるべく減らしたい、こういう介護や育児があるというのは分かった上で、じゃあその期間はお休みにするから、だから終わったら、あるいは何か目処がついたら戻ってきてねという制度、これが育児介護休業法なんです。育児が終わったら、介護に目処がついたら戻ってきてねというための制度なんですね。そして戻ってきてねということのために、じゃあ会社としては休みをあげるから、その期間は休業として、育児をやってる間や介護の目処をつけるまでの間はそれは休業としましょうという、これが育児介護休業法なんですね。そういうことになります。ただこれあくまでも休業法です。休んでる間の賃金を保障してくれる法律ではありません。ということで、実はですね、雇用保険のところのですね、給付のところを見ていただきますと、育児の時の生活費の補助とか、介護の時の生活費の補助というものの給付が入っています。
ということで、こちら育児介護でお休みはこちらの休業法で面倒を見て、その間の生活費の補助ですね、まあ、満額というわけではありませんけども、生活費の足しになるぐらいのお金というのは、実はこちら雇用保険から出てるぞという社会的な仕組みになっていますということになります。それではその他の労働関連法規の5番目、男女雇用機会均等法に行きましょう。ではまずですね、括弧1番目的及び基本理念、ここのポイントですね、一緒に見ていきたいと思います。ではやっていきますと、まず1行目の最後の方、男女の均等な機会及び待遇の確保、男性はこう、女性はこうということで、この機会とか待遇を分けちゃダメよという話です。そういうことですね、それは禁止ですよという話をしています。男性はこう、女性はこうということで分けるのではなく、均等にしてくださいというふうに言っています。もちろんその均等にするというのは、男性じゃなきゃダメよ、女性じゃなきゃダメよということに対して合理的な理由があればいいんです。例えば今回女優さん募集ですというふうに言っている、女性の役をやってもらいたいので女優さん募集です、そしたらやる役が女性の役で女優さんも希望なんですから、そこに男の人がですね、いやこれは男女雇用機会均等法に違反するからおかしいというふうに言うのはちょっと違うかなというふうに思うんですね。ということで、まあ、この場合は女優さん募集でいいだろうというようなことになったりするケースもあります。ということで合理的な理由があるという場合には男性のみ女性のみというのは可能なんですけども、そういう理由がない場合には男女均等ということなんですね。そういうことを言っています。さあというところで1行目の後半ですね、男女の均等な機会および確保というと、機会および待遇の確保ということになります。はい、では続いて4行目に行きます。4行目、まあそうは言っても女性というものはですね、女性の方たちは社会的な役割として男性とはですねちょっと違う役割は確かにあるよねということ、それが女性労働者にあっては4行目のところですね、母性を尊重というところ、やはり母性というところで育児という面に関してはそのですね、子どもに対する愛情を注ぐという面ではやはり女性の方が強いんじゃないかというような部分ですね、この母性については女性は尊重されるべきだということになります。そしてこのこちらですね、目的及び基本理念の6行目最後ですね、男女双方に対する差別が禁止ということになっています。まあやはり仕事をするビジネスの場、職場というふうに言いますと、今まで多くの場合男性の方が多かったので男性優位女性劣位というような状況になりがちだった、そういうなりがちなところを男性と女性を均等にしましょうという法律、そんな目的で作られたのは事実なんです。ところがやはりよく見てみると、そのいろんな職場があって中には女性優位男性劣位という場所もあるよねと、そういったところについてもやはり男女均等ですよという部分は崩しませんということを言ってるんですね。さあではですね、そんなことを踏まえてどんな場面でその男女の均等な機会と待遇が求められているのかというところで、その次括弧2番差別禁止規定というところがあります。まあ、1から5ですね、書いてありますけども、まあ、特に特徴的なのが1番ですね、募集および採用というところですね。さあ今まで勉強していたところですね、今まで勉強してきた法律というのは全て労働関連法規でした。つまり労働者が前提なわけです。労働者ということは労働契約がある、つまりもう
会社組織に入ってきて働いている人たち、こういう人たちが対象なんです。しかしよく見てみると、この男女の不均等って会社に入る前から始まってる、募集とか採用の段階から始まっている、そういうことって結構あるよねという話なんですね。例えば今病院とかでですね、病院で働いている方の中に看護師さんという方がいらっしゃいます。ところがこの法律、男女雇用機会均等法ができる前までは看護婦さんと呼ばれてた時代があります。まあ婦人の婦ですね、女偏にちょっと難しい字を書く婦です、ご婦人の婦ですけども、この婦、これを書いて看護婦さんというような方がいらっしゃいました。そういう職種で呼ばれていました。しかしこの看護婦さんというのがですね、どうも女性を連想させるのでそれはまずいぞというところで、男女均等だろうということで看護師というふうになりました。じゃあこういう例はどうということで、例えばカメラマンさん、カメラマンですね、まあこれ名前としては定着していますが、マンとカメラマンというからにはちょっと男性を連想させるということで、今時ですとフォトグラファーとか、あるいはカメラマン男女とか、そういうふうな形で男性も女性も大丈夫ですよというような表現に変わってきているというようなこともあるんですね。まあそんなところで、こういった募集採用のところから、その労働契約がない、そういった会社に入る前の段階から実は男女差別って始まってるんですよ、男女の違いって始まってるんですよというところで、こういった募集とか採用が入ってる、こういったところがですね、一つ特徴としてあります。まあ、あと定年とかもですね、6番にある、5番にある定年ですね、5番にある定年、ここもですね、まあ、ちょっとやはり定年というところについても男女で差があるというようなこともあったということで、こちらも均等じゃなきゃダメよということも書かれています。はい、ということなんですね。というようなことなんですけども、これ括弧2番差別禁止規定と書いています。つまり会社の労働のルールですね、まあ、労働契約であるとか就業規則であるとか労働協約であるとか、そういったものの中で男性はこう、女性はこうというふうに、男女というようなことが言葉として書かれている、男性はこうですよ、女性はこうですよというふうに、男性女性というふうなことが明文化されて区別されている、それは均等にしましょうというのが括弧2番なんですが、しかし実際にはその男性はこう女性はこうと書いていないんだけども、よく読むとこれどう見ても男性のみなんじゃないかというようなケースもあるぞという話、それがその次括弧3番間接差別というものなんです。例えばということで見ていきますと、丸1番ですね、まあ労働者の募集または採用にあたって、労働者の身長、体重とかですね、そういった身体的なことを要件とするということです。まあ、当然合理的な理由がなくてということなんですけども、例えば事務員の方を募集します、まあ普通の事務作業です、デスクワークです、普通のデスクワークなんだけども、身長180センチ以上希望とかというふうになると、なかなか女性で180センチを超える方っていらっしゃらないと思うんですね。まあ、男性でもそんな多くないかもしれませんけども、女性の方がもっと少ない可能性としてはということになります。まあ、180は極端でも170センチ以上というふうにしても、やはり男性の応募の方が多いんじゃないでしょうか。そんなことですね。というようなことで、その身長170センチ以上というようなことを特に合理的な理由もないのにつけることによって、募集が男性に偏るというようなこと、募集が男性に偏る、応募者が
男性に偏っているというようなことが起こってくる。これがこちらですね、間接差別とかそういったものです。まあ、あとですね、丸2番とか転居とか丸3番転勤とかそういったこともですね、やはりこれは母性というところですね。先ほどちょっと目的のところで触れた母性ですね、基本理念のところで触れました。やはり女性の方の方がお子さんの教育とかそういったところでですね、家を動かせないと、子どものためにですね、今住んでいるところを離れられないというケースは多いということになります。そんなことを想定していて、こちらですね、まあ、母性の尊重とかそういうようなこともあって、転勤とか転居そういったことを条件としないというようなこともですね、この間接差別に入っています。はい、ということですね。そんなことになります。というところでですね、こちら募集採用からの男女差別は禁止、先ほどのカメラマン男女とかそんなのもありましたよね。あとは実質的な男女差別も禁止、先ほどの間接差別のように男性はこう、女性はこうというふうに明確に男性女性という規定ではなくても、そういった身長何センチとかそういったことによって男性のみ女性のみというようなことを間接的にですね、差別するのも禁止ということです。はい。そしてじゃあこういう場合どうでしょうということがあります。例えば管理職の数、こういったことも実は男女の機会均等というところに関わってくるんですね。まあ、差別禁止事項で昇進とか昇格とか降格とかそういったこと、配置とかそういったところも入っていますけども、そういったところでいうと、例えば管理職の方、そういった方たちがやたらと男性ばっかり多いというようなことがあると、やはりそれも少し男女均等という点でいうとおかしいんじゃないか、不自然なんじゃないかという考え方があるんですね。まあ、全く男性と女性が同じ数というふうにはならなくても、ある程度同じ数にならなきゃいけないというような姿が望ましいとされています。ただですね、こんなことがあるんですね。じゃあ男性と女性同じような数になることが望ましいよということで、じゃあ今回から昇進試験で男性の合格者と女性の合格者を同じ数にしていきましょう。まあ確かに均等だというふうになりますが、これ今いる人たちがですね、もともと男性と女性で男性がすごく多い、女性がすごく少ないという状況であるならば、今ですね、これ今から男性と女性の昇進者数を同じにしていくというふうになると、じゃあ結果的に会社の中で男性と女性の管理職の数が同じになるまでって結構時間かかりますよね。なのでじゃあなるべく早くその男女の差を解消したいというふうになると、一時的に女性の方を多く昇進させたい、女性の方を多く昇進させることによって、今男性が多い女性が少ないという状況を、これからですね、ちょっと女性の方を多く合格昇進させることによって、なるべく早く男女均等の状況に持っていきたいというようなことを考えたりするということもあるんです。でもな、それってちょっと先ほどやった男性男女双方に対する差別が禁止という点からすると、たとえ一時期であっても女性の方を優遇して昇進させるっていうのは、男性からするとそれって男女双方に対する均等とちょっと違ってませんかというふうに言いたくなっちゃうかもしれません。ただこれは一時的なものです。最終的な形は男女均等にしたいんですね。その均等にするための一時的な片側の優遇、これは認められます。これが法律の考え方なんですね。これがこの男女雇用機会均等法の考え方です。その内容がですね、括弧4番ポジティブアクションというふうに書かれています。ということで男性と女性ですね、今例えば男性優位女性劣位という状況があるならば、それを
なるべく早く男女均等に持っていくために一時的に女性を優遇する、これは認められますよというのがですね、括弧4番ポジティブアクションですので、そういうふうな考えでですね、皆様の方で一度お読みいただければというふうに思います。はい、以上がですね、男女雇用機会均等法でした。では続いて括弧6番障害者雇用促進法に行きましょう。はい、こちらですね、皆様の方で内容はお読みいただければということなんですけども、大きなポイントですね、こちら障害者雇用促進法なんですけども、これは企業にですね、障害者の方の雇用をしてくださいよという雇用義務があるということなんです。細かい数字はですね、テキストの方をお読みいただければということなんですが、こちら雇用義務があるということ、これがポイントなんですね。雇用義務があるんです。義務があるということは、その義務に対してきちんとその義務を履行しているのか履行していないのかによって、やはりちょっと差をつけなきゃいけないということが出てくるんですね。法律的に義務がありますので、それをちゃんとやってくれてる人とちゃんとやってくれてない人、ここにはちょっと差をつけましょうということで、この雇用義務、こういう規模の会社は何人か障害者の方を雇ってくださいというようなルールがありますので、その義務を達成していない方、いないところというのは納付金徴収ということで、ちょっと足りないよね、じゃあちょっと、ちょっと罰金というのは言い過ぎですけども、ちょっとじゃあ足りないということで納付金を払ってくださいということになっています。ちょっと懲罰的な意味もあります。ただですね、これただ懲罰的な意味でもらうというだけではなくて、いや、よく見るとその法律の基準以上にたくさん雇用してらっしゃる会社もあると、そういった方たちにはやはり雇用して満たせのところがある一方で、超過しているところもあるということになると、その未達成のところからですね、いただいた徴収したものとお金というのは、じゃあちょっとですね、頑張っているところもあるから、じゃあその頑張っている方たちにはこちらですね、ちょっと調整金という形で頑張ってくれてありがとうというものを支給しようというふうなことがあります。はい、そういったことを踏まえてですね、皆様の方でテキストの方をお読みいただければというふうに思います。はい、以上がですね、こちら障害者雇用促進法になります。では続いて最低賃金法に行きましょう。最低賃金法というところなんですけども、こちらですね、ポイントがありまして、最低賃金というところで、基本的には賃金、ちょっと時給ベースになりますけども、時給では必ずいくら以上にしなければならないというところが法律で決まってるぞということになります。はい、ということなんですけども、こちらですね、括弧1目的のところは皆様の方でちょっとお読みください。そしてこの最低賃金、賃金最低いくらですよというルールがですね、の基本が括弧2番地域別最低賃金と特定最低賃金というふうにあるんですけども、特定産業別ですね、そういった賃金があるんですが、こちら基本は地域別になります。基本は地域別です。そしてこの地域別最低賃金は、ちょっと最初読むと、産業や職種に関わりなく都道府県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用されるというふうになっています。これが今ですね、括弧2番地域別最低賃金と特定最低賃金、産業別最低賃金2つあるよと言いますけども、地域別最低賃金が基本ですと申し上げた理由です。産業や職種に関わりなく、その都道府県において、都道府県別に決まっています。都道府県別に時給は最低、時給換算で最低いくら以上というふうに決まっています。
はい、というふうになっているんですね。ですからこちらですね、その最低賃金を定めているというところ、その次ですね、都道府県内の事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託、こちら3行目のところですね、雇用形態や故障の遺憾を問わず全ての労働者に適用される、全ての労働者、全労働者に適用されるんです。はい、ということですね。全てです。はい、ということになります。そしてこれなんですけども、これ最低賃金法地域別ということなんですが、こちらその次の行ですね、2段落目、地域別最低賃金は地域における労働者の生活費及び賃金、その地域の生活費と賃金ですね、まあ、ちょっとその地域の賃金 のですね、レベル、そういったものもあります。ただちょっとですね、今回生活費というものを取り上げてきました。その生活費とか賃金とかそういったものの他に、その次ですね、通常の事業における賃金支払い能力、これも加味されるということになります。生計費、生活費と、あと賃金と、こちら支払い能力ですね、労働者の生活費、生計費に必要なものと、会社側、使用者側の、雇用主側の支払い能力、このバランスで決めるということになっているんですね、都道府県別に。さあ、ということになります。はい、ということになっていますね。さあ、この生活費、生計費と支払い能力のバランスで決めるということになるんですが、じゃあこの生計費のところなんですけども、こちらですね、生活保護との整合性も考えているよというところ、これ実は過去試験で問われたことがあります。考えてみると、ちょっとですね、これ最低賃金法ということですから、働くということなんですね。働いて賃金を得るということになります。働いて最低であろうと賃金を得るという話と、あとは生活保護、ちょっと今残念ながら働けないと、働けないだけども国民は最低限の生活を保障されていますので、その時にです、その最低限の生活をするための生活保護という制度があるんですけども、これですね、ちゃんと手続きを踏めばですね、生活費がですね、市町村からもらえるというような制度なんですが、このもらえる生活保護でもらえる生活費と自分たちで働いた賃金、さあこれなんですけども、もしも自分たちが働いて1ヶ月間頑張って働いて得られた賃金、それと生活保護、ちょっと今働けないんです、働けないんですというふうに言って市町村からもらう生活費、この金額でもしも生活保護の方の金額の方が多かったら、最低の額でもいいから頑張って働こうっていう方がちょっとですね、なんかそういった方たちの気持ちにちょっと応えてないなっていうことになるんですね。やはりなるべくならば頑張って働ける部分があるならば少しでも働いてほしいっていうことを国はやはり思ってるんです。そのために生活保護ですね、ちょっと今働けないんですいませんけども生活の保護お願いしますというふうにやって支給を受ける生活保護のお金よりも、この最低賃金で一生懸命働いた賃金額の合計の方が多くなるようにというようなことがちょっと考えられてるんですね。まあ、そんなところがちょっと代表的な論点なんですが、そんなところも踏まえて生活保護との整合性がですね、この生活費というところで問われています。生活費、生計費というところで問われていますので、この部分もですね、過去出たというところでちょっと頭の隅に置いといてください。はい、ということになります。あとですね、この法律でいうとこちらですね、まあ地域別
とか負と比べて産業別の方が基本的には大きくなるよというのが書かれていますね。はい、それがですね、丸2番、特定括弧産業別最低賃金とあります。こちらですね、まあいろいろな理由があるんですけども、1行目の後半、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについては設定していると書いてありますね。ということで、まあ地域別産業別の最低賃金は地域別よりも大きい高いということがあります。あとですね、その次括弧3罰則というところで、まあ、守らないと罰則規定があるよというところもですね、押さえておいてください。はい、以上がですね、こちら最低賃金法という話になります。それではですね、続いて労働者派遣法に行きましょう。まあですね、派遣労働というふうに言いますと、派遣会社と労働契約をして派遣先の会社の指揮命令のもとに働くというところで、かなり複雑な労働の法律ルール関係を求められるところなんですけども、そういった労働者派遣労働者の方ですね、派遣労働者の方を守ろうという法律です。そして、まあ、最近ですね、出てくるのがこの労働者派遣法のところで言うと、派遣可能期間ですね、括弧1番目的であるとか、括弧2番用語の定義、括弧3番労働者派遣事業とか、このあたりだとですね、ちょっと皆様の方でお読みいただきたいのですが、あと括弧4番派遣元派遣先の講ずべき措置、こういったものもあります。そしてちょっとですね、ポイントとなるのは括弧5番からですね、派遣可能期間というところなんですけども、派遣可能期間ということで現在ですね、原則3年ということが決まっています。括弧5番派遣可能期間のですね、丸1番派遣先事業所単位の期間制限というところの1行目、原則3年と書かれていますね。つまり派遣労働者の方たちがですね、一つの職場に派遣されるのは原則3年なんです。はい、となるとじゃあこの3年を超えたらどうなるのかというところですね。そこのポイントですね、こちらをちょっと整理したいと思います。じゃあこのまず考えられるのが、そこの3年になりました、ある事業所のある職場に派遣されて3年間頑張りました、でずっとそこでですね、認められてますというような状態のところで、じゃあ3年経ちましたというふうになると、大きくですね、まず一つ目として、じゃあこの3年というものをもうちょっと延長できないかと、すごく頑張ってくれているので延長できないかというのがまず一つ目の手段です。3年経過後にはまずは延長できないかというところで、じゃあ延長するためにはまずはその事業所でですね、派遣の方たちもっと続けていいかなというような了解を得る、これが事業所の意見というところになりますね。今こちらですね、括弧5番の ① の内容になります。そしてじゃあその事業所でですね、あ、いいですよ、派遣の方はもうちょっといてくださいというふうになったんですけども、じゃあ派遣そこにの派遣の方は来ていいというふうになったんですけども、じゃあその時に同じ部署にいていいかというと、そうじゃないよというところで、ちょっと部署は変えてくださいよというのが組織単位の期間制限ですね。派遣労働者個人単位の期間制限というところですね、丸2番のところにあるんですけども、これがですね、業務とか組織がですね、を変えなきゃいけないというところになります。こちらが組織変更というのが、テキストで言うと丸2番、派遣労働者個人単位の期間制限というところになります。この丸1丸2の条件をクリアすると
3年を超えて延長ができるという制度です。はい。ただ実際ですね、延長というふうになったときに、まあ一つ目ですね、この延長というふうになったときに、一つは労働者の方が延長を希望しないというケースもあります。あとは派遣先の方からですね、こういった事業所の意見とか組織変更で条件が揃わないということも考えられます。そういったさまざまな理由があって、一番の延長ができなかったときにはどうなるかというところで、その次ですね、こちら、その次はこちら丸2番ですけども、丸2番が派遣先への採用申し込みというところで、いや今まで派遣ですごく頑張ってくれたので、今度お宅そちらのですね、派遣先の方に社員として正規採用してもらえませんかというふうに、派遣先のへの採用の申し込みをするというようなことも考えられます。はい。あとですね、まあこの派遣労働者の方に、まあ今まで3年間行ってたところはですね、そこは頑張ってくれたから、じゃあ今度は別の派遣先に行って頑張ってよというふうに、派遣労働者の方に別の派遣先を紹介する、こういう可能性もありますね。この3年を超えた時には、3年間ありがとう、じゃあ今度別のところで頑張ってよというケースもあります。あとはですね、まあ待機ということで、次の派遣先が決まるまでですね、まあ有給の研修をしたりとか、そういった形で待機するというケースもあります。まあ、あとではですね、他にその派遣元会社の正社員として採用するとか、そういった方法もあるんですが、まあいろんな方法があってですね、この3年間を超えた時には延長であるとか、雇用の申し込みであるとか、そういったさまざまな対応をすることによって、派遣労働者の方のですね、雇用の安定とか、そういったことも考えているぞということになります。そんなところをですね、踏まえながら、こちらの労働者派遣法の内容を確認いただければというふうに思います。はい、それではその他の労働関連法規の内容を終わります。それでは必須テーマに行きましょう。第8章の必須テーマはこちらにあるように、第1問から第8問まであります。そして隣の青い数字ですね、こちらが関連するページ番号になります。ぜひですね、こちら復習していただくときには、こちらの青いページもですね、一緒にご覧いただければというふうに思います。さあではですね、この中で特にお話をしたいところ、それをですね、中心にお話をしていきましょう。ではですね、まずこちらですね、第1問、問い1になります。じゃあですね、ちょっと問1、問2、問5、問6というふうにこれからお話をしていくんですけども、ちょっとですね、正解の方をこちらに書き込んでいきますね。はい、問1は×、問2は丸、問5、問6は×というふうになるんですね。では一緒に確認をしていきましょう。まず問1ですけども、実はこちらですね、ちょっと応用問題なんです。ちょっとですね、関連するところなんですけども、先ほどの問1のページ番号のところにですね、労働契約の相対的明示事項というところをまとめた表があります。そこの相対的明示事項の7番目に表彰および制裁というものがあるんですね。そこの制裁に関するお話です。さあ問1、一緒に読んでいきましょう。こちらですね、使用者は労働契約の締結において、労働者が使用者に損害を被らせる事態に備えて、損害賠償額、この額、この文字大事です、丸で囲んでもらいたいなというふうに思うんですね、額を予定することはできると書いてあります。
実は額を予定することはできません。ですからこちら×です。これ例えばこういう話なんですね。会社で10万円以内、10万円以下の備品を壊したときは損害賠償額10万円もらいますよ。この10万円もらいますよ、損害賠償額10万円です。これがこの額を予定するという話なんです。今ちょっとですね、注目していただいた損害賠償額を予定する、10万円以下の備品を壊した場合には10万円損害賠償してもらいますという、この10万円損害賠償、これが損害賠償額の予定です。これ納得できます？例えば1万円のものを壊しても、3万円のものを壊しても一律10万円っていうふうに取られちゃうんです。しかもそれ損害賠償額ですよ。損害は3万円しかない、1万円しかない、それなのに10万円取られちゃう、損害として。おかしいですね。当然実際の金額ですね、実額、今回3万円のものを壊したので3万円損害賠償です。これはしょうがないです。ただやはり損害賠償額一律10万円というのはちょっとおかしいぞということでですね、この文章ちょっと見たことないけれど、ちょっとおかしいなというふうにですね、考えていただけると嬉しいなというふうに思うんですね。はい、では続いて問2に行きましょう。問2ですね。まあこれ文章大雑把に言ってしまうと、お給料の銀行振込の時には労働者本人の同意が必要ですよというふうに書いてるんですね。賃金というのは基本的に現金払いが原則だと。それなのに銀行口座に振り込むというのは法律違反なんじゃないかということなんですけども、まあこれはですね、労働者側にもメリットがあるというようなこともあって認められています。ただその時にはですね、労働者本人の同意がいるぞということなんですね。そうかな、確かにいるのかなというふうなことも考えられるかと思うんですけども、ちょっとですね、この時に会社がお給料を銀行振込する時のことを考えてほしいんですね。ぜひ想像してほしいんです。お給料を銀行振込するためには会社が銀行口座の番号を知ってなきゃダメですね。これ労働者の方から当然のことですけども、労働者の本人から口座番号を通知してもらわない限り、会社は労働者一人一人ですね、一人一人の口座番号を知るということは考えられません。口座番号ってすごいプライベートな情報ですよね。そんなものをですね、会社が何の業務に関係もないのに全員の口座番号を管理している、ちょっと考えにくいですね。ということでやはり本人から口座番号を通知する必要がある。そうしないと銀行振り込みはできません。ということはやっぱり口座番号を教えてくれるっていうことは、労働者本人が同意してるからこそ口座番号を教えてくれるんですよね。というふうにですね、ちょっと考えてほしかったんですね。そんなふうに考えていただけると、こちらですね、あ、丸かなというふうにですね、勘も働くという可能性があります。はい、ということでですね、確かにこれ口座番号を本人から教える必要があるんだから本人の同意必要だよなということですね。そんなふうに考えてみてほしいと思います。さあでは続いて問5に行きましょう。問5、不法就労の外国人は業務上の災害のための疾病にかかった場合にも労災保険の給付を受けられないと書いてありますけども、これは×です。こちら不法就労の外国人もこの労災保険の給付受けられます。これ何かというと、労災保険の加入者は誰かっていうことですね。ここがちょっと問題になります。実は
例えばですよ、私たちが何か仕事、労働者である状態で会社の仕事をしていて怪我をしました。この治療代、誰が負担すべきだと思います？実はこれは会社側、使用者側が負担すべきものというふうに考えているんですね。そういうふうなことが法律になっています。しかしそうするとですね、実際に誰か働いてて怪我をしました、じゃあそれをですね、そこの会社で全部治療代面倒見ましょうというようなことを会社一つずつの会社がですね、全部バラバラにやってるというのは非常に効率が悪いということで、何か保険の仕組み、会社がみんなで保険料を払って、そしてその保険料を実際に事故が起こった被災労働者に払っていこうというふうな仕組みになっています。そういう保険の仕組みになってるんですね。これが労災保険です。なので労災は事業主が加入してるんです。労働者が加入してるわけではないんです。ですからもしも今会社員でいらっしゃる方ですね、労災保険料って払ってないですよね。会社のお給料の明細表を見てください。労災保険料って源泉徴収されてないはずです。ということで労災保険あくまでも会社が加入してるんです。やはり加入できるかどうかという話になると、その人は不法滞在なのかどうかとかいうことですね。そういうことはちょっと関係するかなと思うんですけども、これ労災は事業主加入です。あくまでも怪我をした労働者はこちらですね、保険に入っている人ではありません。あくまでももらうだけの人です。もらうだけの人であるならば不法かどうかというのはあまり問われない可能性があるなということですね。保険に入れるかどうか、加入できるかどうかというふうになると、ちょっと不法の人はまずいかなというふうになるかもしれませんけども、もらうだけです。しかも実際に怪我してるんです。となるとこちらはですね、もらえるかなというふうにですね、考えてほしいというふうに思うんですね。はい、以上がですね、問い5のお話でした。問い5、労災保険というのはあくまでも仕事中で起こった怪我ですね、疾病とかそういったものをカバーする仕組みなんですが、じゃあ仕事上じゃないもの、プライベートの疾病とか病気とか怪我とか、そういったものは何がどの保険でカバーするんだということになると、それが問い6、健康保険です。健康保険は業務外をカバーします。業務外の方をカバーするのは健康保険です。業務上で起こったものをカバーするのは労災保険です、という切り分けになっています。そうすると業務外はプライベートっていうことですから、あくまでもプライベートの怪我、死傷病といいますね。あとは自分のご家族の方、配偶者の方であるとか、お子さんであるとか、そういった方たちですね、被扶養者の方たちの医療、あと出産ですね、ご本人の出産もそうですし、被扶養者の方の出産もそうです。そういった出産も当然プライベートのものですから、これもカバーされます。健康保険でカバーされます。なので問い6ですね、出産は保険給付の対象にならないというのは間違いです。出産は健康保険の保険給付の対象ですということになりますので、問6も×ということになるんですね。はい、というところでですね、こちら必須テーマの問1、問2、問5、問6ですね、特にこういった内容を踏まえながら、ぜひ皆様の方で確認をお願いいたします。以上で第8章の内容を終わります。どうもお疲れ様でした。